はい、皆さんどうもこんにちは、ふわふです。また昆虫採集をやっていきます。今日ちょっとね、早く帰ってこれたんで、はい、雑木林に来ております。ここいつもね、カブトムシが飛んでる場所なんですけど、はい、クワガタをね、探していきます。クワガタなんですけど、いる場所ってここですね、こういうところ、木の皮の裏とかにね。あ、デカめのココアのメスっすね。いたりします。で、結構これね、なんか宝探しみたいな感じで結構ね、楽しいですね、探すの。ここはですね、探してる時は気づかなかったんですけど、ここクワガタのお尻が見えますね。クワガタがいる時間帯は、まあ、大体朝方とか夜涼しくなってからが見つけやすいですね。と反対側に回って、で、道路に面してる木とかだと、その道路側、車道側にはクワガタってあんまいないんで、こう裏側とかね、回ってあげるといるっていう場合があります。探していくんですけど、いましたね。いた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 。で、この一匹と、あともう一匹ね、上側からちょうど歩いてきてくれたんで、はい、この個体ですね。まあ、コクワガタだと思うんですけど、割と立派ですよね。まあ、大きくはないんですけど、はい、結構ね、綺麗だなって思います。はい、これね、よく見ると樹液はまだ出てないと思うんですけど、なんか取り合いしてましたね。はい、多分縄張り争いとかあるんだと思います、クワガタも。いや、大変ですね、人間もクワガタも。はい、続いてメスですと思いきやですね、この個体まさかの小さいオスだったっていうね。はい、細いハサミがついてました。ちっちゃなオスですね、これね。はい、でね、ちょっとね、画面が揺れるんですけど、すいませんね、これスタビライザーとか持ってなくて、まあ、いずれ買わなきゃなって思ってるんですけど、棒で撮ってるんで、ちょっとね、手の振動が伝わっちゃって見えにくいかもしれないんですけど、そこのとこはすいません。はい、立派なコクワいました。これ立派ですね。まあ、多分 3.5 センチぐらいで、まあ全然ね、ギネスとかじゃないんですけど、はい、黒くてかっこいいですね、やっぱり。僕が住んでる地域は、ノコギリとコクワがメインで、ヒラタ、オオクワ、ミヤマは一切ね、見たことがないんですね。こういう木、いかにもいそうなんだけどな。おいた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 。はい、ノコギリいました。で、コクワもね、上から出てきましたね。結構ですね、上の方で見つかったんで、これ棒をね、ちょっとつま先立ちして撮ってるんで、はい、すいませんね、ちょっと揺れちゃうんですけど。はい、で、夜になってもう一回ね、行ってみました。はい、そしたらですね、まあ、またこいつずっとその位置にね、固定でいましたね。ずっとこの場所が好きなんだろうな。はい、いろんな木ね、探してみたんですけど、まあ、この木にはね、見当たらなかったです。じゃあ次行きます。はい、この木はですね、先ほどコクワがいた木を、まあ、夜になってもう一回ちょっと見てみたんですけど、まあ、変なね、小さい虫がいますね。はい、まあ、こういった虫も自然界には必要なんですね。で、この木のうろの部分なんですけど、っていましたね。さっきまではコクワしかいなかったんですけど、今回はね、ノコギリが来てました。これさっきのね、ノコギリに似てますけど、違うノコギリですね。はい、で、先に行っちゃうんですけど、夕方に行くよりやっぱりね、夜に行った方が昆虫見れる数がね、全体的に多かったですね。で、ここにもクワガタいますね。オスです。多分先ほどの個体ですね、この子は。はい、大体ね、1頭見れればその近くに数頭いることがほとんどなんで、あ、ここにもね、これはメスですね。はい、結構ね、固まっているんで、その周辺を探してあげるとクワガタね、見つけることができると思います。さあ、上の方を見ていくと、まあ、いないかなって感じですね。はい、結構ね、立派ですよね。まあ、もうちょっと大きくならないと、こう顎のね、湾曲っていうのは見られないんですけど。で、クワガタ探してて思ったんですけど、一瞬でね、時間が経っちゃうなっていう風に感じました。
で現代人って結構ストレス多い社会で生きてると思うんで、まあ、そういった時にね気分転換でこう雑木林とか見に行くのも全然リフレッシュとしてねいいんじゃないかなっていうふうにね最近感じてます。はい、今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。